肩こりは主に相棒筋に起こる。肩こりとは、症候名の一つ。肩だけでなく、首も凝ることが多い。肩が張るとも言う、主に相棒筋に起こる症状。厚生労働省による国民生活基礎調査におけるあり訴え者率で、男の2位、女の1位を占める症状である。後継部から相棒筋エリアの諸筋に生じる、主観的に詰まったような、 こわばった感じや不快感、凝り感、重苦しさや痛みに至る症候の総称である。頭痛、吐き気を伴うことがある。日本では肩こりという名称により肩を刺す表現が用いられているが、これは日本独特のもので、同症状を諸外国では首や背中の疾患として示していることが多数である。また、経験腕症候群の初期症状である場合もある。 この症状に対する原因には、諸説あるものの、確定的な診断方法や治療法はなく、腰痛などと並んで不明な点が、とても多い疾患となっている。長時間、首や背中が緊張するような姿勢を取り続けたり、猫背、前鏡などの姿勢の悪さ、ショルダーバッグ、冷房などが原因とされる。それらが原因で、 頭や腕を支える僧帽筋やその周辺の筋肉の持続的緊張によって筋肉が硬くなり局所に循環障害が起こる。それによって酸素や栄養分が末端まで届かず疲労物質が蓄積しこれが刺激となって肩こりを起こすと考えられている。あるいは筋肉を包む筋膜にできるシワが原因となる場合もあることが最近わかってきた。これらは 原発性肩こりと言われる。それに対し、症候性肩こりと言われる肩こりがある。ある疾患によって起こる肩こりであり、頸椎性、心因性、目疾患、肩関節疾患、心肺疾患、歯や顎関節疾患、耳鼻科疾患による場合などがある。ありがとうございます。